苦肉の策、登竜門など日常的に使う慣用句、皆さんはその由来をご存知ですか？答えは動画の中でお伝えしますね。こんにちは。素敵な生き方ミナチャンネルのミナです。このチャンネルでは主に40代からシニア世代の方々に向けて、お金に困らないで心豊かに、そして健康に生きていくためにヒントになる情報を発信しています。ご覧いただきいいなぁと感じていただけましたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。いつも皆さんに見ていただいて大変励みになっています。ありがとうございます。私はもともと特別歴史に詳しかったわけではありませんが、主人と知り合い、歴史にも興味を持つことができました。以前の動画、昔を知れば今がわかる歴史の中でも、歴史を知る楽しさをお話ししました。概要欄のリンクからぜひご覧ください。あちらの動画でもお話ししましたが、歴史を知ることは人というものを知ることです。前回は主に日本の歴史について取り上げましたが、人種や国は違っても外国にも歴史があり、そこで生きた人々の人生があります。私は主人と知り合う前から三国志に興味があったのですが、忙しさにかまけて自分の興味をほったらかしにしていました。たまたま主人が歴史好きで、三国志のことをよく知っていたので、主人から話を聞いたり一緒にドラマを見たりして、三国志の面白さに触れることができました。皆さんはいかがですか？三国志お好きですか？今日はできる大人になるための自ら進んで学ぶ姿勢シリーズとして、日本でもそして世界でも大人気の三国志を取り上げてみたいと思います。皆さんは三国志についてどれほどご存知ですか？三国志は歴史的な事実としてだけではなく、文学としてのストーリー性も高く、登場人物たちも個性あふれる魅力を持っているので、多くの人々に愛されています。私も三国志にはまった一人として、この魅力をお伝えできたらと思っていますので、今日もぜひ最後までご覧ください。私たちは一口に三国志と呼びますが、三国志は正確には演義と呼ばれる小説と、正史と呼ばれる歴史書の2つを示す言葉です。もちろん同じ時代を描き、また記した書物なので、登場人物もほぼ同じです。私たちがよく知る三国志は、そのほとんどが演義に基づいた内容です。演義は小説ですから、フィクションの部分も含まれていて、実際の歴史とは違っている部分も多くあります。作者は中国が元と呼ばれた時代の後期から明と呼ばれる時代に活躍した羅漢中という人物である可能性が高いとされていますが、正確なところは分かっていません。一方、正史は歴史書で三国時代の後期に来た陳寿という人物によって書かれました。私たちも歴史で習った邪馬台国の存在が記されていることでも有名な「魏志倭人伝」は、実はこの陳寿が書いた「三国志魏書」の一部分なんです。当時を知るための貴重な歴史書として後世からも高い評価を得ている一方で、実は陳寿は支援などによって
正確な記述をしていないのではないかとの疑惑も持たれており、私はこのお話もまた人間というものを知ることのできる興味深いエピソードだななどと感じます。三国時代は正確には後漢が滅亡した西暦220年から秦が中国を統一するまでの西暦280年までの時代のことを指しますが、物語として盛り上がる英雄たちの戦いが数多く繰り広げられたのはそれよりも前の時代です。後漢の勢力が衰えていた西暦184年、黄巾の乱という宗教的な農民反乱が起こり、これを鎮めるために各地の英雄たちが動き始めるというところから物語は始まり、関東の戦い、赤壁の戦いなどを経て、魏、呉、蜀の三国が定立され、呉助言、孔明、シスで三国志は終わると思っている方も大勢いらっしゃるかもしれませんね。知らない方はいきなり固有名詞がたくさん出てきたので何のことやらと思われるかもしれませんが、三国志フリークの方ならおなじみのワード、私もつい熱くなってしまいました。ご存じない方のためにもう少し有名武将や彼らのエピソードについてお話ししていきたいと思います。その前に日本での三国志ブームの火付け役となった人物やメディアにも触れておきたいと思います。現代日本において三国志を有名なものにしたのは次の3つではないでしょうか。1つは吉川英治さんの小説三国志です。吉川英治さんは歴史小説家として日本を舞台にした時代小説をたくさん書いていらっしゃいますが、昭和14年から昭和18年にかけて今の日本経済新聞の前誌中外商業新報の中で連載小説として三国志を発表しました。原作の三国志演義とは違い、彼独自の視点や日本人向けの味付けがなされていて、諸葛亮の死をもって物語はほぼ閉じられます。2つ目は横山光輝さんの漫画三国志です。こちらは1971年から1987年までの15年以上にわたって少年漫画誌で連載され、コミック版は全巻なんと60冊にも及ぶ超大作です。以降も文庫版などが発表され、累計部数は2020年5月時点で8000万部を超えるということですから、本当にすごいですよね。吉川英治三国志の影響を受けて黄巾の乱から諸葛亮の死までがメインストーリーとして描かれ、60巻1冊で孔明亡き後の三国時代が描かれるという構成です。もう一つはゲームソフト会社光栄のシミュレーションゲーム三国志シリーズと、それに続くアクションゲーム新三国無双シリーズです。私は主人の誕生日に主人が大好きな光栄の三国志13をプレゼントしました。ですが彼は未だにそれには手をつけず、時々スーパーファミコン時代の三国志3や4をやっています。彼曰く特に3は昔やり込んだノスタルジーも感じて、しかも名作だからついついやっちゃうんだよねだそうです。三国志好きの皆さんであれば今取り上げた3つとも読んだことある、やったことあるという方も少なくないかもしれませんね。ではいよいよ有名武将や
エピソード紹介に入っていきたいと思います。といっても壮大な三国志の物語、演義の登場人物はなんと1000人以上もいますから、有名人だけをピックアップしていっても動画が何本も作れちゃいます。今回は魏、呉、蜀、3つの勢力のトップをご紹介しますね。三国志演義や横山光輝さんの漫画三国志の中でも主人公を演じるのは蜀漢を建国する劉備玄徳という人物です。彼は黄巾の乱を鎮めるために義勇兵を募って、桃園の誓いで義兄弟の契りを結んだ関羽、張飛の二人とともに三国時代を駆け抜けていきます。演義では正義感が強く仁徳にあふれる人物として描かれています。根拠地と軍略を立ててくれる参謀が持てなくて苦労しますが、後に三個の霊を持って迎えられる諸葛亮、孔明に助けられ、慶州と蜀の地を根拠地とすることができます。彼を慕ってたくさんの人々が彼のもとに集まってきます。民のために苦悩したり、義を重んじるあまり非情になれず戦うことができなかったり、愛する義弟が殺されると怒りを抑えられず復讐のために兵を動かしたりする人間味あふれる人物です。続いては劉備の宿敵曹操孟徳です。劉備より早い段階で頭角を現し、冒頭に出てきた関東の戦いで、その当時中国統一に一番近かった英雄袁紹をわずか10分の1の兵力で打ち破ると、その勢いで天下を平らげようとします。ですがこれまた冒頭でお伝えした三国志史上最も有名な戦いである赤壁の戦いでは、劉備、孫権の連合軍に大敗し、中国を統一することはできませんでした。特に吉川英治三国志では曹操は魅力的な人物として描かれ、三国志の主人公ともいえる劉備の宿敵ながら、日本ではとても人気が高い人物です。野心家で自分の目的を邪魔する者には容赦しない一方で、自分が惚れ込んだ者は敵の武将であっても自分の傘下に招きたいという人材コレクター的な面も持っています。実際曹操の陣営には張良、許著、淳育、貞育など優秀な武官、文官が数多く集まっています。最後に呉を治める孫権忠謀の紹介です。父孫権、兄孫策が相次いで蘇生すると、19歳という若さで国を引き継ぐことになります。父や兄の代から呉に仕える周瑜、丁府、長所、郊外、露宿など孫権のもとにも多くの有名な人材が集まり、中国の南東部を拠点に勢力を拡大にしていこうとします。曹操が南下して呉に攻め入ろうとした際は、劉備と同盟を結び、赤壁の戦いでは先ほど挙げた周瑜、露宿、郊外らの活躍によって大勝利を得ます。ですが慶州の領土問題から劉備と対立して、ここから三国志は本当の意味で三つどもえの戦いに展開していきます。孫権は劉備と同様に正義感や仁徳にあふれる人物として描かれていますが、
劉備や曹操のように表立って活躍するというよりは、人材をうまく活用して国を上手に運営した人物というイメージです。三国志の主要3人について簡単にまとめただけでも、彼らの周りにたくさんの人たちが集まって物語を作っていることがお分かりいただけたことと思います。この3人だけではなく、三国志に登場する個性的で魅力あふれるたくさんの人物は、この物語に彩りを添え、三国志人気をさらに高めていきます。皆さんもぜひ私と一緒に三国志の世界に沼ってみませんか。ということで、今日は三国志についてお話ししました。今回の解説だけでは本当に不十分で、まだまだ語り足りないんです。三国志フリークの方であれば、あの人の話してないよね、あのエピソードのことはどうしたの、という内容だったかもしれませんね。例えば、泣いて馬謖を切る、苦肉の計、白尾、水魚の交わり、登竜門などといったことわざや慣用句は三国志に由来するものだってご存知でしたか？もうまとめの段階なので、これ以上はもし機会があったらまた次に語らせていただきますが、三国志って本当に面白いんです。長い物語ですから、ドラマを見たり本を読んだりするのにもそれなりの時間がかかってしまうかもしれません。ですが、もしまだ三国志に触れたことがない方がいらっしゃいましたら、この機会にぜひその魅力に触れてみるのはいかがでしょうか。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画まで、皆様お元気にお過ごしください。